おはようございます。どうしたの？密着をさせていただきたいなと思いまして。私の？はい。浦下さんが YouTube 以外にもいろんなことやられてるので、その点含めてどんなことされてるかを密着させていただきます。需要あるか分かりませんが、頑張ります。あると思います。お願いします。はい。おはようございます。どうぞ。基本はデスクワーク特にじゃあ取れることはないですか。今から今日配信の YouTube の最終チェックとあとは予告の指示出しをしてあとショート動画の確認とかで今日は研修があるのでその研修の準備を午後からはやっていく流れになります。生産者 のブランディングの一環で仕入れの時に現地に行って、はい、で生産者の紹介 VTR みたいなのを作ってっ発信していくっていう感じでした、ね。ちょっと X だけだともったいないなと思ってて、ね、ただ YouTube で絡めて出した方がいいなっていうところで、浦下の YouTube 視点でもちょっと作っていかないんで、はい、どういった形でまとめていこうかっていうのを一回見てくれる、はい、なんですけど、そこにやっぱさらにじゃあトモローゲート浦下をっていうところを入れていくと、一番多分分かってるのは浦下なんで、いかに生産者さんをさらに魅力的に発信できるかっていう。最初の1本ぐらいまで結構細かく付き合ってあげてほしい。わかりました。1本と言わず何でも今からお昼ですか。お昼です。一緒に行くやんご一緒します。はい、はい、密着、はい。経歴とかって話されたことありますか。いや多分ないんちゃう。じゃあぜひ、うん、ぜひ、はい、教えていただきたいなと思うんですけど3年間美容部員、はい、で美容部員やめで入った会社が美咲さんの前職の会社、はい、でその時は美咲さんは独立して。じゃあ美咲さんと前職で何か関わりがあったってわけではないんですか。関わりはなかったね。ただその前職の会社とトモローゲートが仲良くてそんなにがっつり喋ったことはなかったけどトモローゲートのことは知ってたっていう。その前職が結局入社して半年ぐらいでちょっと、まあ、社長が捕まってしまい会社もちょっと存続ができなくなって倒産して転職した会社がファーストだった。あ、そこでトモローゲートではないんですね。そう、1年間働きでトモローゲートに入社したっていう経緯があります。将来的にもう少しキャリア積んでいきたいなってちょうど悩んでた時にまた TG のメンバーと飲んで、はい、その時にうちどうやみたいな興味ありますってなったらそこから話通してくれてお互いのタイミングがマッチしたっていう感じかな。次は取材の対応をしていきます。何の取材ですか。採用向けのメディアから取材の依頼が来てその取材を今日は受けるっていう立場で参加をさせてもらいます。はい、署名しちゃって大丈夫です。進めてください。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、これが終わったら、うん、あと次が支払い で支払いはこちらで行っておくので、うん、そこから実際に打ち合わせの日程をまた改めて進めてください。お願いします。これフィードバック系のさ、なんか企画終わりました。マネージメントとかのフィードバック、例えば新とか少ない、はい、まあ、今度少ない話してもね、はい、これでもいいんだけど今現状の課題感に対してとかも、はい、わかりました。まだ作っておきました。ありがとうございます。今から銀行に行ってきます。行ってらっしゃい行ってきます、まあ、アプローチできてるかどうかとか、うん、あとは今満足してるかどうかみたいなところがちょっと温度感が今見えない状況なのでそこの確認を入れていただきたいです。 OK、はい、うん、お願いします。お願いします。一応カメラ回させてもらってもいいですか。次の打ち合わせ、うん、ちょっとだけカメラ回させてもらってもいいですか。ああ、いいよ、うん、もう一回いいですか。チーム会っていつあります。チーム会は、はい、はい、何ならしましょうけど。浦下さん、はい、撮影が無事に終わりましてありがとうございます。はい、もう密着終わりました。浦下さんの、あ、まだ続いてます。あ、続いてますか。ありがとうございます。今の撮影何だったんですか。純平さんにフィードバックをする動画を撮っていただいてました、はい、ちょっとより生々しいトモローゲートの裏側を配信したく、うん、めっちゃカメラ回させていただきます。いきなり言われたもん撮るね。ありがとうございます。
それではお時間になりましたので始めさせていただきます。では私からの皆さんへの共有は以上とさせていただきまして、ここから企業紹介の方に移っていただきます。まずは奥様お願いいたします。どういう風にやるかってところをまとめてるものになってます、うん、で今日ちょうど1回目のすり合わせのやつをしたばっかりなので、うん、まあ、全然まとまってるものではないんですけど、うん、これを元に企画まとめてこういう風に提案できたらなと思ってるものが1つ。トモローゲートが考える基準とか、レセプション内容がトモローゲートっぽいかどうかとか、要はさ、客観的視点で見た時にさ、はい、自分たちはもうこれで伝わるとか、うん、こうやっても出せてても客観的に見た時にそれって興味あるかみたいな感じだったりとか、はい、なんか逆にもっと他に伝えられることあるんじゃないかとかってなる場合もあるかなって分かりました。うん、さん今から何するんですか？今からの逆面接選考があって、それの対応をしていきます。浦瀬さんが面接されるんですか？選考に入ってもらうのはカリンとあとハマちゃんの2人なんやけど、一緒に入るっていう感じかな。人事としてってことですよね。そうで、それって相手に目的を伝えることにつながると思うので、これからの就活に役立つのではないかなで、ここからが、逆面接とあとフィードバック、今回してくれてる内容を聞いてのフィードバックになるんだけど、大きく2点、逆面接の最中とフィードバック中の内容と両方について、感じたことだけ伝えさせてもらいます、はい、まず、まあ、逆面接については2人とも進行めちゃくちゃスムーズにやってくれていてよかったと思うので、客観的に見てて感じた、これワンクッション入れると説明挟みたい気持ちは分かるんだけど、もう少し質問に対しての回答を最短距離で持っていきたい。端的はどちらかというと長さで、聞かれたことに対して答える回答を早くしたいのがまず1個。逆面接はあくまでこっちも先行するんだけど、向こう側も自分が仕事をするイメージを持てるかどうかとか、先輩社員の2人が言ってる言葉が伝わるかどうかっていうところの訴求力の大事になってくる中で、ちょっと分かりにくさを感じた。あとは、答えパワーを選びながら伝えてくれてることはめっちゃ伝わってきたし、自分たちのことを考えてくれてるっていう良さもあった。そこに今度言葉をめちゃくちゃ選びながら気を使ってるから分かりづらさがちょっと何が言いたいのかが分かりづらさだった。それはどこで感じたかというと、課題として言ってくれたフィードバックがふわっとしてるというよりは、一番最後に伝えたいことに行き着くまでがちょっと長かった。最終これ今から何言われるんだろうみたいな視点になるっていうところで言うと、先に改善点を伝えてあげる。あ、まずフィードバックの準備を込めてから改善点でいいんだけど、その改善点をここは改善した方がいいんだよね。で、なんでかっていうとっていうところで、なぜ必要なのかっていう理由を後から伝えてあげる。で、そうすると改善しなきゃいけないポイントが分かった上で聞くから、その意図が聞きやすい、うんうん、ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございます。一着ありがとうございました。動画撮影させてもらってる中で、本当にテキパキ仕事されてるっていうのが、はい、日々感じてもらってるんですけど、そんな浦下さんの失敗談あるんかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思って。新卒1年目は、もう仕事何もできない、クズ社員。それは言い過ぎじゃないですか？いや、ほんまに、提出期限は守らない、仕事はできない、ミスはする、みたいな。今の浦下さんから想像できないですね。ほんまに。その教訓があるから、悔しすぎて変えたって感じ。へぇ、うん、悔しいって思ったきっかけとかあったりしたんですか？はい、やりたくなくて手抜いてたわけでは全くなく、まあ、上司から信頼がなかったよね。まあ、信頼ないから任せてももらえへん、仕事を。でも他の人は任せてもらえてる。他の人は売れてる。っていうのが悔しくて、もともと負けず嫌いではあったら、はい、じゃあどうやって変えようってなって、じゃあ売り上げ上げようとか、でその時に店舗移動があったよね、はい、ある意味誰も私のこのできないことを知らない環境でやるわけやから、それが大きいきっかけやった。そうやね、うん、任せてもらえるってことに喜びを覚えてるというか、それだけは絶対全うしようみたいなっていうのを、まあ、繰り返してきて、かつそこに売り上げを上げるために単価をどうやって上げるかとかみたいな、ほんま分析いろいろして、で売り上げついてきたら自信にもなってみたいな、あとからはもうこうサイクルっていう感じかな。トモローゲート入ってからこれまで経験されてなかったことをやってらっしゃると思うんですけど、新しい業域をやっていくにあたって学ぶためにやってきたこととかありますか？とにかくやるやってからそれを振り返ったりとか、仕事の基本も変わる
変わらんから、やる内容が違うだけで、考え方とか、大事にしなきゃいけないこととかをちゃんと押さえてたらいけるんじゃないかなっていう。なんか今やってることをやっていけば、自然と新しいことって増えていくと思うね。うん、でこそ SNS、YouTube とかも私始めたばっかりの時はさ、何もわからない状態だったけど、結局今やっていくうちに責任者として任せてくれてたりとか、何か SNS の案件とか、じゃあお客さんになってコンサルとかってなったら、もう今にさきさん、なんか浦氏が一番詳しいって言ってくださるぐらい、もちろん全然そんなことはないねんけど、やってることをやり続けた先に新しいことがどんどん生まれるんかなっていう感覚、私は。なるほど。っていう感じかな。これからも YouTube をよろしくお願いします。お願いします。はい。